覚悟しろ。ミッションコンプリート。人押し、体を休めてください。及第点といったところか。任務終了ね。お疲れ。解散。帰ってさっぱりしたいわね。回収ポイントの確認もお忘れなく。俺の出番ってわけね。了解。気のせいか。こちら相馬、特務目標との接触はなし。索敵を続ける。聞いた？新型がまた配属されるって。あ、それ初耳だよ。
ここへ来て新型ラッシュだね。ロシア支部から支部長が連れてきたらしいよ。あ、噂をすればかな。紹介するぞ。今日からお前たちの仲間になる新型の適合者だ。はじめまして、アリサ・イリーニチナ・アミエーラと申します。本日一蓋丸々漬けでロシア支部からこちらの支部に配属になりました。よろしくお願いします。女の子ならいつでも大歓迎だよ。よくそんな浮ついた考えでここまで生きながらえてきましたね。え、彼女は実戦経験こそ少ないが演習では抜群の成績を残している。追い抜かれぬよう精進するんだな。で、了解です。アリサは以後リンドウについて行動するように。いいな。了解しました。リンドウ、資料などの引き継ぎをするので私と来るよ。その他のものは持ち場に戻れ。以上だ。ねえ君、ロシアから来たの？あそこってすげえ寒いんでしょ？あ、でも最近異常気象で温度が高くなってきたとか言ってたっけ。期待の新人ですね。レアものの新型が2つも揃ってる支部なんてここぐらいじゃないですか。ああ、そうだな。だが本部の意向で今後は新型の適合者発掘が優先されていくらしい。ただ彼女の場合適合はしているものの若干精神的に不安定なようでな。定期的に主治医によるメンタルケアのプログラムを組まれているようだ。まあとにかく注意を払ってやってくれ。了解です、姉上。リンドウ、二度とここで姉上と呼ぶな。いいな。私たちは体内のオラクル細胞のおかげでこんな場所にもある程度ができる。荒神が交代、捕食に向かいました。
旧大天といったところか。任務完了っと。せいぜい生き延びるんだ。人を準備に入るぞ。回収ポイントの確認もお忘れなく。それてる。あとは私がやっておくわ。安心なさい。前にも言った通り、荒神を構成しているオラクル細胞は何でも食べる。動物や植物のような生物に限らず、鉱物やプラスチックのような合成樹脂、挙句には通常の生物には危険な核廃棄物だって食べてしまう。建造物や大地だって、ほらこの通りだ。結果、食べ残しである従来の環境は減少の一途をたどっている。この辺りには春に桜を、秋には紅葉を見に行くなんて習慣もあったんだけど、今となっては望むべくもないね。その一方で、荒神は食べたものの性質を取り込むことがある。最近では光合成を行う荒神すら発見されているんだよ。窒素 79%、 酸素 21%。 世界中の植物が20年前の3割弱まで減ってしまった今でも、地球の大気は保たれている。これが荒神の光合成のおかげとは実に皮肉な話だと思わないかね。母ちゃん、もう食べれないよ。ほんと、自覚が足りない人ですね。君たち、ノバの終末捕食って言葉、聞いたことあるかい？ええ、荒神同士が食い合いを続けた先に、地球全体を飲み込むほどに成長した存在、ノヴァが引き起こすとされる人類の終末ですか？その通り。誰が言い始めたのかも知らない、単なる風説に過ぎないとも言われているけどね。エイジス計画が完成すれば、それからも守れるんだろう。犬という動物を知っているかな？あ？もうだいぶ数は少なくなってしまったが、今も稀に外部居住区などで見かけることがあるはずだ。犬は賢く、言葉こそ話せないが、我々人間とコミュニケーションを取ることができる。犬のような性質を引き継いだ荒神がいれば、あるいは共生できるのかもしれないね。共生？コミュニケーションという観点で見れば、もちろん犬に限った話じゃない。昔はサーカスと呼ばれる見せ物小屋で猛獣を狩る猛獣使いすらいたのだからね。荒神と仲良くなんてできるわけないじゃない。
の今日は新型2人とお仕事だな。足を引っ張らないように気をつけるんでよろしく頼むわ。旧型は旧型なりの仕事をしていただければいいと思います。ま、せいぜい期待に添えるように頑張ってみるさ。おお、ずいぶんと嫌われたもんだな。すみません、何でもありません。大丈夫です。冗談だ。そうだな。よし、アリサ、混乱しちまった時はな、空を見るんだ。そんで動物に似た雲を見つけてみろ。落ち着くぞ。それまでここを動くな。これは命令だ。その後でこっちに合流してくれ。いいな。なんで私がそんなこと。いいから探せな。よし、先に行くぞ。あいつのことなんだがな、どうもいろいろ訳ありらしい。まあこんなご時世、みんないろんな悲劇を背負ってるっちゃ背負ってるんだが、同じ新型のよしみだ。あの子の力になってやれ。いいな。よし、じゃあ行くか。
みなぎる。行くぞ。テル。まだ。行くぞ。行くぞ。成功です。三段ゼロ。リロードする。もらった。ガンガン。もらったぞ。テル。行くぞ。へ。敵の沈黙を確認。任務の完了を報告する。訓練レベルと言わざるを得ない任務だったな。お疲れさん。ちゃんと休んどけよ。少しはお役に立てたでしょうか。これをやったら後でビールを持ってくれよ。荒神。オラクル細胞は発見された時まだアメーバ状のものだった。それからミミズ状の荒神が発見され、半年後には獣型の荒神が発見された。そして1年経つ頃には一つの大陸が荒神によって滅ぼされたんだ。彼らが食べたものの形質を取り込み進化するとしても異常なスピードだと思わないかね。そう、正確には彼らは進化などしていないんだ。事実、オラクル細胞の遺伝子配列は変化していない。そう、一つとしてね。そんなはずありませんよ。現に奴らは形態変化してるじゃないですか。彼ら荒神もね、今の君と同じなんだよ。食べたものの形質を取り込むというのは知識を得るということ。そう、ただ知識を得て賢くなっているだけなんだ。どういう骨格をしていれば早く動くことができるのか、空を飛ぶためにはどうすればいいのか、それこそスポンジが水を吸い込むように情報を取り込んで、わずか20年の間に彼らは非常に高度な形態を得るまでに至ったんだ。うん、荒神が光太くんぐらい
勉強嫌いだったらよかったんだがね。そう、彼らの勉強熱心さには舌を任されるばかりでね。なんとミサイルを発射する荒神が目撃された噂まである。これが確かなら、彼らは人間の作った道具さえも取り込んだということになる。実に興味深いと思わない？それほどまでに複雑な情報を取り込めるのなら、まるで人間という荒神が現れるのも遠い日じゃないかもしれないね。人間という荒神。